ペース逃げられると辛いんだよな。クラウド、どがんしよっか。サムスだ、これは負けられない。サムス俺も使ってるからね。しかも溜めずに打つパターンや。これはやばいよ。意外と中途半端に溜めたチャージショットもアンドレないよ。ダメージ稼げるから。これは負けられないぜ。俺、サムスは俺も使ってるから。オッケー。強切り。あら、足らなかった。はいはいはい。あれ、空中浮いちゃうと当たらないのかな。危ねえ。はいはい、おっしゃ。ただサムスと多いからなかなか撃墜できないよな。下手に箱撃撃つとチャンチョットで貫通されちゃうから気をつけて。限界を超える。危ねえ。撃ってくるか。撃ってきそう。超今撃ってきた。ハイヤー。どうしよう、メイトクみたいね。ハイヤー。やらかした。おっしゃー。崖際の横綱強い。やばいやばい。またやらかした。溜まってたね。そういや、リミットはゲージ。意外と強切りのリーチ短いんだよな。あ、やべ。サムスペース掴まれると辛いよ。ほっ。うわー、危ねえ。まあ、決まると思った。死刑ガードして。やべやべやべ、危ねえ。こっ。あー、崖際でのスタスマやばいな。やっ。よし。やばい。危ねえ。落ち着いて。危なかったー。危ねえ危ねえ。全然喋れなかった。 やっぱ飛び道具、強力な飛び道具を持つ相手にはちょっと辛いな。飛び道具をどうするかって言ったらもうジャスがするしかないからな。意外クラウドって意外と攻撃当たりやすいキャラなのかもしれないな。体でかいからなんやかんやで防御面しっかりしないといけないような気がするぞ。攻めも大事だけど。何で来るんだ次は。ソニック。ソニックはきついよ。危ねえ。危なかった。多分やってくると思った。振り向きつかみやってきてるような感じがする。振り向きざまに競技当てられない。はい。ああなんで。79%パワータイプだったら今のでも十分撃墜は狙えるけど、クラウド
クラウド普通に決定打あんまないからな。ガリオテンセ、決めてやったぜ。あららららら、やべやべやべ、ウエストマン強いんだぞ、ソニックのウエストマン強いんだぞ。波長、あ、いや、波攻撃、出し攻撃、波攻撃からの壁、あ、いや、ふう、お、当たるか、当たった、よし、くー、キャンセル間に合ってなかった。こっ、ソニック相手だったら空中への撃墜が狙いそうだぞ。ハッチョー、うまく相手浮かしてやる、浮かせてキャッフォー、あらー、なんで、あー、しかもガレオ転生無駄に使い振っちゃった。あー、ウエス、まだ飛ばない、オッケーオッケー、危なかった、怖いぞ。うおー、横そば丁寧に当てていく。よし、ほっちゃん、ほっちゃん、ウィー、楽しい。ただ空中上当てれてないな。空中上でもバースト狙えるんですよっていうのをちょっと動画内でやりたかったけど、ちょっとそれ出せてなかったな。よし、今度はまあこれでいくか。 3DS 版も一応ダウンロードしてるんですけど、 3DS 版はね、あの左上の袖があるのかないのかあんまり確認できにくいんですよね。だからそれ確認できるようにしてほしかったなっていう感じありますね。さあ、さっきの動きを踏まえて相手はどういう行動を仕掛けてくるか。連戦の楽しいところはそこなんですよ。2試合目はどう動きを変えてくるでしょうから、絶対相手は。はい、最近連戦できる機会は抜けてるよ。連戦できる機会はちょっと減ったような気がするんでね、相手なんか一線抜けされることが多いんでね。あ、完全にリミットブレイク技警戒してんな。あめ、よし、当てた。まずいまずいまずい、ソニック相手にペースを使われるときついぞ。まずい、あー、当てた。うん、警戒するのかと思ったらしてこなかったな。まずい、オッケー、強切りを全段当てた。19ダメージ、意外とダメージを稼ぐのに向いてる技ですね。はいはいはい、まずか。リミットブレイク技をこそ丁寧に当てないといけないのに、俺こっ、あっ、つかみたかった掴んで上に投げて空中へっていうパターンやりたかったな。こっ、まずい。おら、やってやったぜやってやったぜ。空中へ結構強いんですよこれ。練習の時も確かピーチで120あたりでバースト狙えたんで、うん、結構うまくダメ、強切り当てまくってダメージを稼げば
あんな風に飛びます。止まれ、今回はちょっとね止まれ、今回ちょっと終わりますあんまりあの動画を長引かせるとちょっとね、あの何でしょう、エンコードに時間かかっちゃうんで。というわけで、今回ここまで、また次回お願いします。ありがとうございました。